や、でも俺彼女いるよ。2番目でもいいです、彼女にしてください。イケメンだったら二股も許されるのか。ブラックワールド。りょうたくんまだ小さいのにもうイケメンよね。この前女の子からチョコレートたくさんもらったの。まあ俺の名前はりょうた。美形の両親から生まれた俺は生まれた時から顔が整っていると言われ続けていた。女の子が多かった幼稚園で見た目だけでチヤホヤされ、毎日のように誰かから好きと言われる。やっぱりりょうたくんが一番かっこいいよね。イケメンに加え多少運動神経も良かった俺は、小学校に入っても中学に上がってもモテっぱなし。高校に上がってからはいろいろな女の子が告白してくれるようになった。りょうたくんのことが好きです。いやでも俺彼女いるよ。2番目でもいいです、彼女にしてください。イケメンだったら二股も許されるのか。それから俺は恋愛において自分が特権階級にいるんじゃないかと思うようになったのだ。それから大学生になり親元を離れることになった俺、一人暮らしを始めたことで俺の女遊びは加速していった。今度うちに来ない？漫画いっぱいあるんだよ。今度うちでギターの練習しようよ。先輩ちょっとうちで飲んでいきません？今までは女の子からアプローチされることが多かったのだが、大学に入って女遊びの楽しみを覚えた俺は、自らクラスメート、サークルの女子、さらにバイト先の先輩まで口説いて三股までしていた。だがモテすぎることもいいことばかりではない。常に女の子と仲良くしている俺を見て、ねえもう私以外の女の子と話さないでよと彼女から束縛されることも当然。しかも三股していたことがバレた時には、なんで私のことを裏切るのよこのクズと物を投げて暴れまくっていた。はあ、彼女作るのってめんどくさいんだな。それから俺は一人の女の子と付き合うことをやめた。だからといって女遊びをやめるということはありえない。セフレという形で複数の女の子と遊ぶことにしたのだ。ねえやっぱり私たち付き合おうよ。何度も体の関係を重ねればそんなお願いをされることも少なくない。しかし交際がすっかり面倒になっていた俺は固くなに、ごめん今はそういう気持ちじゃないんだよねと断り続けていた。まあ本当は無責任に遊びたいだけなんだけどな。だが大学時代女遊び以外ろくにしなかった代償もしっかりやってくる。やべえもう4年の冬なのに一向に就職先が決まってない。大学の単位は同級生のセフレに何とかしてもらい卒業できるようになったのだが、就職活動を一切していなかったためその先が何も決まっていない。まあしばらくバイトで食いつないでいけるだろう。それに俺には就職して働かなくても生活していけるあてがあった。りょうた急にどうしたの？悪いんだけどさ、しばらくリサの家に泊めてくれない？それはセフレの中の一人リサの家に転がり込むこと。就職活動失敗してアパートも出ていかないといけなくなっちゃってさ。全然大丈夫だよ、しばらくここにいてね。リサは俺より年上でバリキャリのエリートのため高収入。リサの家にいればお金に困ることはないと考えたのだ。それから一時だけの約束がしばらくリサの家で生活することになった俺。そういえばもうバイト辞めることにしたから。え？あ、そうなんだ。まあリサ稼ぎいいし大丈夫だよね。あ、うんそうだね。働かなくても生きていけることが分かった俺はもうバイトをするのも面倒になり、金銭は完全にリサに依存して生きるようになった。しかしそれでも女遊びはやめられず、リサが働いている間にこっそり他のセフレと会う毎日。ここまで紐生活を謳歌しても家を追い出されないのはリサが俺のことを本気で好きだから。ねえこれだけ長く同棲してたら私たちもう付き合ってるみたいなものじゃない？そう遠回しに告白してくることも同居生活が長くなるにつれ増えていく。だがこのまま交際結婚まで持ち込まれるとこれまでのように面倒くさくなるのが目に見えている。だから俺は常に、収入もないしまだ将来のことは考えられないよとうまくかわしていた。
そして気づけば俺も30歳に。さすがに顔もおっさんになってきたけど、まだまだいけるよな。自分ではそう思っていたのだが、リサの態度は少しずつ変わっていっていた。ねえ、うちにいるならちょっとくらい家事したり料理作ってくれてもいいんじゃないの？でも俺そういうの苦手だし。今までリサは俺がずっと家でダラダラしていても文句一つ言わずお金を稼いで料理も作ってくれていた。だったらさすがにそろそろ働いた方がいいんじゃない？これからどうやって生きていくの？ああ、はいはい、わかったわかった。なんだよ、俺のことが好きで養ってくれるんじゃないのかよ。リサが俺のことを心配してそう言ってくれているのは頭では理解できていた。だがあまりにも紐生活が最高だったので、俺はリサの言葉を聞き流し続けていた。だがリサは毎日俺に働くよう言い続け、ついに強硬的な手段を取り始める。これからはちゃんと働いてお金を入れて、いい加減ちゃんと将来のことも考えてよ。ああ、面倒くさいけど、リサと結婚するつもりないとか言ったらすぐ追い出されるしな。わかったよ。本当にわかってる？まさかここまで私に貢がせて、結婚もせず搾取だけして生きようなんて思ってないよね。わかったって、バイトから探してみるからそう騒ぐなよ。ヒステリックになりながら何度も働けと言ってくるリサがだんだんうざくなってきた俺は、仕方なくバイトを始めることにした。とはいえ、今更新しい仕事を覚えるのもしんどいし、やっぱり楽して稼ぎたいよな。しばらく仕事を探していると、学生時代働いていたカフェが再びバイトを募集しているのを発見。お、ここなら新しい仕事を覚えなくていいし、またモテちゃうかも。そのカフェは大学に入ってからずっと働いていたのだが、その時は、あの店員さんかっこいい、思い切って LINE 交換してもらおうかなとチヤホヤされていた。仕事は多少失敗したり雑にやっても周りがすぐフォローしてくれたり、とにかくバイト仲間からもお客さんからもモテモテだったのだ。ここで働き始めたらまたモテちゃうな。以前働いていたこともあり、すんなりと面接は合格。期待に満ち溢れ、実際に店頭に立ってみたのだが、なんか学生時代と全然違くないか。以前はレジに立っているだけで女性客たちが熱い視線を送っていたのに、今では目を合わせてくれる人もほとんどいない。さらには横目で俺の方をチラチラ見ながらひそひそ話する人もいる。なんだよ、気分悪いな。そうつぶやきながらバックヤードに戻ると、ねえ、最近入ってきた亮太って人いるじゃん。あ、俺の噂してる。女性客の態度は変わってしまったが、同僚の女の子ならしっかり俺のことを見てくれているはず。もしかして俺の仕事っぷりに見とれて好きになったとか。そう思い陰から話を聞いていたのだが、あの人全然見た目に気を使ってないよね。それでいて30代でフリーターってやばいよね。しかも最近まで働いてもなかったんだって。なのに妙に仕事慣れてるの、ムカつく。ほんと、なんで今更ここに来たのって感じだよね。嘘だろ、みんなそんなことを思ってたのか。その言葉にショックを受けて、その職場に居づらくなった俺はそのままバイトを辞めてしまった。あれ、亮太、今日バイトじゃなかったの？ああ、なんか合わなくて辞めちゃった。はあ？まだ3ヶ月も働いてないじゃん。仕方ないだろ、こういうのは縁もあるし。仕方なくないわよ、そんな悠長なこと言ってる場合？亮太も30代だし、私はもうアラフォーなのよ。あれだけ言っても将来のこと何にも考えてくれてないじゃん。いや、でも俺は…もういい、私と付き合わないなら出て行って。その勢いのまま、ついに俺はリサの家を追い出されてしまった。これからどうするかな。親とももう連絡取ってないし、お金もないし、誰か頼れる人がいないかスマホの連絡先を見ていると、そういえばこの子としばらく連絡取ってないな、ちょっとメッセージ送ってみよう。リサと同居するようになってから連絡を取らなくなったセフレが何人かいる。彼女たちに頼めば誰かは紐にしてくれるかもしれない。だがすっかりおじさんになった俺ではそんな甘い考えは通用しなかった。
どこに行っても顔を見るだけで誰というような顔をされ、話を聞くどころか家にも入れてもらえない。最後の一人になった子に何とか住まわせてもらえるよう頼んだのだが。あんたもう全然かっこよくないよ。つうか無職の汚いおっさん飼うような物好きなんているわけないでしょ。と、痛烈な一言を告げ、ドアを閉められてしまった。そう、なんで誰も俺のこと助けてくれないんだよ。あれから何度リサに謝罪しようとしても、インターホンを押しても電話をかけても出てくれない。しばらく家の前に居座っていると、警察を呼ぶとだけメッセージが送られて、しぶしぶ立ち去らざるを得なくなった。俺ってもうチヤホヤされるようなイケメンじゃないんだな。ここまで来てようやく俺は自分の賞味期限が切れたことに気づいた。ああ、これならせめて、リサの言うことだけでも聞いておけばよかった。それから10年、俺は公園で人の食べ残しを探しながら、ホームレスとして何とか生き延びている。たまに鏡で自分の姿を見るが、あの時の面影はどこにもない。くっそ、俺は昔イケメンで、モテモテだったんだぞ。このおっさん、また妄想でおかしなこと言ってるよ。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。